アーバンスポーツとは BMX、スケートボード、パルクール、インラインスケート、ブレークダンスなどといった都市型スポーツを言う。都市型のスポーツとは以下に挙げるような特徴を持ってそのように分類されているものを言う。アーバンスポーツはエクストリームスポーツの中で都市で開催が可能なものと定義される。国際競技大会エクストリームスポーツ。 国際フェスティバルは1997年にフランス南部モンペリエでエクストリームスポーツ好きな学生であったエヴァ・アンドレブノワが始めたがその後アーバンスポーツの大会として確立している国際競技大会フィーズワールドシリーズ広島は別名アーバンスポーツフェスティバル広島であるフィーズ広島2018のイベント会場2018年1月16日東京 渋谷のファッションビル、渋谷109前にて、一般社団法人日本アーバンスポーツ支援協議会の設立が発表された。所在地は、東京都渋谷区桜ヶ丘20の12。会長は、渡辺主政副会長には、岡崎ス一小日向徹大田祐樹が就任した。また、同年4月6日から8日には、エクストリームスポーツとアーバンスポーツの世界、 最高峰の競技会といわれるエクストリームスポーツ国際フェスティバルの広島大会が広島市内で開催された。日本国内ではアーバンスポーツの祭典と紹介されているが実際は同大会における第一の部門フィーズワールドシリーズがそれにあたる。フィーズは2019年の4月19日から21日にも広島で開催されている。ありがとうございます。